ハブで朝ごはん食べますか。えっとね時々まあ今はちょっと本当に今年はちょっと難しいけど、うん、このコロナが始まる前はよく、まあ、週末ね土曜日の朝ちょっと遅く起きてまあカフェで朝ごはんを食べるね、うん、とかよくやってました。うん、ブランチでは何を食べるんですか。ねパンケーキ <laughs>。パンケーキと。 パンケーキとねベーコンがついてるのそうですそうですそしてその上にメープルシロップその通りですねアメリカっぽい結構人気こっちでもで私の旦那さんはやっぱりイギリススタイルベルファストスタイルの朝ごはんねだからソーセージベーコンベーコンとビーンズが焼いたトマトですねそう焼いたトマトそうでもねそれはしょっちゅう食べないからほんとたまにうん あれすごいプロテインですよね。うん。いやカロリーは高いよね、あんなもの食べたら。うん、あれ、ブランチですよね。そう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 。そうです。で、ブランチの話をね、この前生徒さんとしてて、ブランチって日本にはないですよね。そのないよね。文化がない、ね。ないないない、うん、う,んうん。うん、確かにその通りですね。うん。なんかないよ、ね、オーストラリアとかね、うん、アメリカとかでも、その、何時頃かな。 だから朝ごはんはもう本当に食べないとかで遅くに起きて、うんううん、まあ11時とか12時ぐらいに起てそ,それがなんか朝ごはんでもあり昼ごはんでもありみたいなはいはいはいるね日本ではやっぱり、うん、まあ朝ごはんを食べない時もあるんですけどでも、うん、そのそういうまあ、まあ、ブランチって感じじゃないですよね うん、違うよね。違すねまあ、昼ごはんは昼ごはんですからね。うんうん、朝ごはんを食べなかったっていうだけで、そのうん、あとは土曜日の昼に友達に会うとかあんまりないですよね。あります日本ではいはい。まあそのブランチに会うって感じがないですよね。一緒にブランチいねう,んうんうん。そうだね。ないと思う。私はやったことないな、日本で。うん、そうそうそう。 そういうメニューもないんじゃないかなブランチメニューとか,があんのかなまあそのアメリカンスタイルのカフェとかねレストランにはあるかもしれないですけどん,なんかあのそういうお店も東京にはねたくさんありますからまあだけど普通に例えばねそば屋に行って「あ、はい、いらっしゃいああ、ね、先生ブランチありますか?」とか言って何言ってんだよ」<laughs> そうなんですよ<麦>日本のお昼ご飯は蕎はそばとか,、うん、とかうどんとかでしょそう 昼はね、やっぱ軽く、まあ、そうですね。やっぱり、あんまり。何を食べる哲平ペペさんは。昼ごはん。昼は軽いですよね。あの、スペインに住んでた時と全然違いますね。うんやっぱスペイン人は昼の方がやっぱたくさん食べて、夜は軽いですよね。そうなんだ、うんうんで。日本は逆で。 まあ昼は軽く、夜の方がどちらかというと、例えばね、とんかつとかエビフライとか、うんえー、そういうのは夜ですよね、どちらかといえば。昼は本当、うどんとかそばとか、うん、まあどちらかといえばですよね、人によっては昼にあのとんかつ食べる人もいるんですけど。 まあ、その私もそんな簡単に食べるのが昼ご飯ですよね。うんうん、日本でサンドイッチとかでしょうん。そうそうそう。うん。うん、そうだよね。ステーキはどっちですか多分ね、スペインだとね、ステーキは昼ですね。あ、はあ、そっか。ステーキを夜はちょっと。本当、まあ、夜が軽め。まあ、でも夜遅いんでしょね、遅いよね、スペイン人の,人の夜ご飯そうですね、九時。だからやっぱ軽く食べるんじゃないう,う,んうん。まあ、そうですね。昼、あと昼が遅いですからね。 そっか、昼の未明ぐらいなの遅いんだ、そっかそっか。うーん